えーどうもお疲れ様です。おはようございます。10月27日木曜日朝6時5分の相場解説、デイリーの方から見ていきます。えー、この動画はですね、FX オリガルヒの本日の動画、パート2になります。そして同時に速化塾の限定動画をご覧の皆様にお届けしております。さあ、冷やしを見ていくと。 この、日銀の介入をきっかけに下落が始まって、今ここにいるわけですけども、多分ね、ここからね、盛り上がってきて、要線に変わるんではなかろうかと思いますね。大筋ではこういうふうな筋書きを持っております。ここと似たような感じですよね。大きく下がったんだけども、それ以上に上がっていったみたいなところですよね。ここと似たようなことを感じて、ここも N を書いて上昇していくんではなかろうかと思いますよね。はい、では4時間です。 4時間で、じゃあそう思うのか、なぜそう思うのかと、もうちょっと詳しく解説していきます。1時間ではもうちょっとは、ね、あのはっきりと言えるんですけども、うん、まあ、ここからなんですよね。あの、もう下落の勢いがどんどん収まってきたってことなんですよ。例えばこの日銀の介入によってドーンと落ちましたよね。その後も、 陰線ってのはどんどん出てきてるんですけども、ただ陰線のね、長さってのが短くなっていく、ボラティリティが失われていく、売り圧力がなくなっているってことを感じることができるのが、このおチャートなんですよね。この辺の。ですんで、そろそろ、買いの勢力が勝っていくんではないかと思います。えー、もちろんね、このお、なんですかね、大きな介入によって、買い勢力はどん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 分断されてきて、買い勢力は全部ね、ロスカット食らわされてきたわけですよ。同時にここもロスカット食らわされてきてます。 だからこそなんですよもう売り圧力ってのが創削されてどんどん勢いがなくなってくるんでここからはね新規の買いポジションが勝つだろうなと思いますよねもうロスカットを受けることもない新規の買いポジションがどんどん復活していって上昇していくって見えるわけですよじゃあ1時間を見てさらに細かく判断していきますねはい1時間でございますあのもう前回の動画でもお話ししましたけどもあのここではねほら陰線がどんどん長くなってるでしょ ここもそうですよね。でも今度は陰線がどんどん短くなってきてるんですよ。でしかも要線に変わってきてる。ここで横ばいに入って、ここと符号するとこですよ。ここと符号するとこですけども、ここで横ばいに入って、そろそろ上昇に転ずるブレイクポイント、エントリーポイントが見つかるんではなかろうかっていうとこですよね。もう一段階落とるにしても、このヒゲ先が限度ですよ。 でですんでここから復調していくとしたらもういつ倍に入ってもいいかなと思いますでもまあ初心者の方とかねリスクの終えない方はこの辺りでの倍がいいんじゃないですかこの辺りで倍147円の400あたりでの倍ですよねで狙うべきっていうのはこの水準です149円直前ぐらいまでは狙っていけると思いますですんで1円ぐらいの 伸びを倍で取っていきたいなっていうのが大筋なんですけどもところが明日金曜日は材料がありますどんな材料ですか覚えてますかこれですよ日銀金融政策決定会合がありますここでねまた大きな動きがあると思いますのでちょっとね対策打っていこうかと思いますあと米の PCE 物価指数9月分も発表になります荒れますよ明日は明日は荒れる ですんで今回今日中にそして明日の午後夕方ぐらいまでに勝負を決めとかないとまたですねファンダメンタルが吹き荒れますんで用心しないといけないってことになりますで朝の解説は以上でございますまああのエントリーするなら倍で入ることになりますけども今日はその倍のポイントを午前中に見て実際に実行してどうなるのかってことを夕方までに見極めていきたいと思います